こんにちは。AWS サミットへようこそ。このセッションでは、AWS 上で実装するライブ動画配信のアーキテクチャパターン2022年版と題しまして、動画配信基盤を構成する上での構成例、それから事例をご紹介してまいりたいと思います。簡単に自己紹介です。広瀬と申します。AWS のソリューションアーキテクトとして、主にインターネットメディアを手掛けられているお客様向けに、AWS をはじめとした技術支援をしております。 なお、最近テレビを買い替えてですね、サウンドバーも合わせて導入したんですけれども、ようやく 4K かつドルビー対応できたので、家族で高画質と立体感のあるサウンドライフを楽しんでおります。本日はよろしくお願いいたします。本日はですね、AWS メディアサービスの各機能を利用した12個のハーキテクチャパターン、それぞれに関連する代表的なアップデート情報をざらっとご紹介させてあげたいと思います。 動画配信に関する一般的な前提知識、またですね、VOD、オンデマンド配信については、本セッションでは多くは語りません。これらについては、ブラックベルトオンラインセミナーというウェビナーで過去実施した回で触れていますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。本日のアジェンダです。まず、はじめに簡単に AWS メディアサービスのご紹介と、国内のお客様の導入事例などをご紹介させていただきまして、その次に12個のアーキテクチャパターンを順々にご紹介させてあげたいと思います。 では,まず,はじめに簡単にまずメディアワークロードの全体像を皆さんと意識合わせしておきたいと思います。メディアと一口に言えましてもそのワークロードの実態は実に多彩です。ここではですね5つのユースケースに対別してワークロードの特性を整理したスライドになっています。 本日すべてのワークロードは網羅しませんが、AWS にはメディアワークロードのための強力な機能群とソリューションが提供されているというところを皆さん覚えていただければと思います。本日はこのセッションの中でもですね、右上のブロードキャスト、それから左下の D2C ストリーミングの領域に焦点を当てていきます。さて、AWS はメディアワークロードのために AWS メディアサービスという機能群、それからサービス群を提供しております。 これはです、ね、放送品質の配信サービスをもとにしてフルマネージャーサービスとして再実装されたエレメンタルメディアサービスそれからストリーミングサービスである Twitch の技術を活用して作られた Amazon インタラクティブビデオサービスコンテンツを映像化してオリジンとして機能する皆さんご存知の S3 それからメディアストリームを配信するためのクラウドフロント最後にサードパーティーソリューションといった要素で構成されております。 それぞれがですね、粗結合な関係になっていて、ライブ、それからオンデマンドなど、多彩な配信容器に合わせて必要なものをチョイスして、組み合わせて使っていただくことができるようになっています。メディアサービスは用途に応じて、柔軟に利用するサービスの組み合わせを変えて、皆さんの用途に合わせて最適化することができるんですけれども、次にどのような時に、どのサービス、どの機能を使えば良いのか、よりイメージしやすいように、 ご覧のとおり12個のユースケースに応じてですね組み合わせ方や機能をご紹介していきたいと思います一方でですねこのオレンジ色に示している最初の5つについては基礎中の基礎ですですのでこのセッションでは詳細は割愛します2年前に開催されたサミットオンライン2020のセッションで詳しくお話ししておりますので ぜひアーカイブ動画と資料をご覧いただければと思います。その代わりにですね、これらのユースケースに該当する導入事例が続々と発表されておりますので、いくつかピックアップしてご紹介差し上げていきたいと思います。まず一つ目は UNEXT 様です。昨今、音楽フェスやスポーツ中継などを中心に、マルチアングルのニーズが増加しているんですけれども、エレメンタルメディアサービスとクラウドフロントを使ってですね、配信環境を構成されております。 マルチチャンネル、それからマルチアングルの配信を UNEXT 様はですね、クラウドフォーメーションテンプレートを使って必要な時にこのスケーラブルな配信基盤をわずか数十分で自動構築できるように整えていらっしゃいます。この基盤の初期構築はたったのわずか3週間で実装されたということで、クラウドのアジリティを存分に活かした事例となっています。次にテレビ東京様もですね、 AWS メディアサービスを活用してライブ配信とそれから見逃し配信追っかけ再生や DVR などとも言われますけれどもそういった柔軟な視聴体験を提供する配信環境を構成されています配信環境をクラウドにシフトさせたことで開発生産性を上げてですねまた需要の増減に柔軟に対応できるようにしたことでライブ配信数を最大5倍に増やすことができたそうです またですねアセットやメディアストリームの配信にクラウドフロントを活用することでスパイクアクセスにも耐えられるスケーラビリティを達成されたというふうに伺っております。3つ目にご紹介差し上げるのは Ruby 会議です。おそらくこのセッションを視聴されている方の多くがご存知だとは思うんですけれども Ruby 会議は日本初のプログラミング言語 Ruby のですね年一度行われている国際カンファレンスです。 2021年の Ruby 会議はですね、オンラインで開催されたんですけれども、このバーチャルカンファレンス環境を実は AWS メディアサービスを活用して構築されています。ライブストリームと、それからあらかじめレコーディングされたセッションをですね、メディアライブからタイムスケジュールに従って順次スケジュール送出されて、最終的に Amazon IVS から配信されています。またですね、 音声ストリームからリアルタイムで文字起こしをされて、Amazon Chime の Chat SDK から字幕を送信するという工夫もされています。テックカンファレンスかつグローバルカンファレンスらしいソリューションかなと思います。Ruby 会議はですね、ボランティアで運営されているので、どれだけ実装構築の負荷を減らせるかがかなり大きなポイントとなるんですけれども、このソリューションを実装されたソラハさんはですね、なんと2週間ほどで実装されてしまったということです。 当然、ボランティアとして稼働されているわけなので、業務時間外で成し遂げたということだと思うんですけれども、本当に素晴らしいソリューションかなというふうに思います。さて、ここからは2年前のセッションをアップデートする形でお届けしていきます。まず6番目。 え最初はですね、コンテンツの暗号化について触れたいと思います。2年前のセッションでは端的に済ませてしまったんですけれども、昨今お問い合わせの多いトピックですので、少し掘り下げてご紹介していきたいと思います。暗号化の主たるモチベーションは、えー、皆さんご存知のとおり、コンテンツの流出を防ぎたいという点が モチベーションになるかなと思いますが、本日は2つの方式をご紹介してまいりたいと思います。まず1つ目はですね、ひとえー、比較的簡易な方式としてご紹介しているものなんですけれども、メディアライブの a s 1ニッパーエンクリプション機能を使ってですね、各セグメントファイルを暗号化するという方式です。 この方式のメリットはメディアサービスで HL 配信を行う場合の最もシンプルな構成をほぼそのまま踏襲できるという点が挙げられます。メディアライブに AS128 キーをインプットしておいてですね、再生プレイヤーがデクリプションする際に鍵を届けるフローを右下のように構築していただければ OK です。再生プレイヤーから鍵をリクエストする際にはですね、クラウドフロントのサインドクッキーなどを使って認証させるようにすればさらに硬いでしょう。 メディアライブ側の設定は至ってシンプルです。ご覧の通りですね、DRM というセクションにスタティックキーやキープロバイダーを入力するフィールドがありますので、ヘックスデシマル化した AS12% のキーを入力すれば OK です。次にですね、暗号化のためのより高度な方式が、いわゆるデジタルライツマネジメントシステム、DRM システムですね、これと連携する方式をご紹介したいと思います。パートナー様が 提供されている、DR、システムですとか、ご自身で DRM キープロバイドを用意していただく必要があるんですけれどもそのキープロバイダーに対してですねメディアパッケージがスピークという API を使って鍵のやり取りを行ってコンテンツの暗号化を行います再生プレイヤーからはですね DRM ライセンスリクエストをキープロバイダーに送信してキープロバイダーの承認が得られれば鍵を取得して それからセグメントファイルを複合化してデコードして再生できるようになるというフローになります。スピークという単語にもしかしたら聞きなじみのない方がいらっしゃるかもしれませんので少し補足をしておきますがスピークはですねパッケージングシステムが DRM システムと通信するための標準規格です。一般的に DRM に対応するには幅広い視聴環境に対応する必要があるんですけれどもこれがなかなか厄介なんですね。 視聴環境によって DRM のシステムがまあ異なるからなんですけれども、例えばマイクロソフトさんのエッジですとか、インターネットエクスプローラーや Windows Phone であれば、PlayReady が利用されますし、Google さんの Chrome や Android であれば、w i d e v i n e が、それから Apple さんの Safari や iOS や Apple TV であれば、FairPlay が利用されますと。 このサブを吸収して、幅広い再生環境に対して一つのインターフェースで提供することを目的としてですね。cpix が生まれていますそれをさらに拡張したものであるスピークがですね。さらに対応範囲を広げているという構図になっています。昨年ですねこのスピークにアップデートがあって、v2 というものが出てきました。 この V2 で新しくなった要素として、クロスバージョンですとか、映像用と音声に異なる暗号化キーを利用できるような、複数の暗号化キーに対応できるようになったというアップデートがありました。このですね、商用利用される場合には、 スピークというものを使って DRM のフローを組んでいただくのが良いんですけれども大体 DRM システムにですねご紹介するのはサードパーティーさんのソリューションをご利用いただくように我々はよくお願いしていますがあの一方でですねスピークの挙動を理解する上でこのリファレンスアーキテクチャをデプロイしていただくとですねスピークの挙動がつかめるのであの非常におすすめですと商用のものと比べるとライセンス認証のようなですね高度な機能は実装されていない一方でですね メディアパッケージからシンプルな a s 1 2ーをサポートしたいというような場合にも答えられるのでおすすめです。一度デプロイしてみてはいかがでしょうか。はい。さてですね、7番目、広告挿入というキーあのところに移っていきたいと思いますが、まあ、商用というキーワードが出てきたので、コンテンツを配信をする上でですね、収益化という、えー、重要なトピックについて掘り下げていきたいなというふうに思います。 収益化には他にもですね、サブスクリプション形式であったり、ドネーションといった様々な手法が考えられますけれども、ここでは広告収益を上げるための手法についてご紹介していくパートとしたいと思います。ライブストリームの中にですね、広告動画を差し込みたい場合、視聴体験を損なわない工夫が非常に重要ですと。もう特に最もシンプルに実装するのであれば、特定のタイミングでクライアント側でスイッチングしてですね、で動画を 広告動画をリクエストするような実装というものも考えられるんですけれども仮にスイッチングした際にリフレッシュをしてしまったりするとユーザー体験損なってしまいます結果離,反離,離脱する可能性というのもあるかなというふうに思いますそこでですね AWS 上でどのようにこのワークフローを実現しようとするかというと メディアサービスにはメディアテーラーというサービスがあるので、これを活用しましょう。シンプルなライブ配信構成を拡張して、オリジンの後ろにこのメディアテーラーを挟み込んでいただければ、動画コンテンツに広告動画を挿入することができます。メディアテーラーはですね、サーバーサイドの動画広告挿入を行うためのフルマネージャーサービスです。メディアセグメントはですね、そのまま利用することができるんですけれども、このメディアテーラーがマニフェストファイルを加工する、 ことでですね一貫したビデオストリームの中にシムレスに広告動画を埋め込むことができるようになっていますマニフェスト加工をですね動的に行うので例えば広告コンテンツを国人の思考に合うものをですね配信したいというニーズにも応えることができるものになっていますこのメディアテラーですね ビデオストリーム内に挿入されている広告マーカー、具体的にはスカティと呼ばれる制御信号を解釈して広告サーバーに必要な動画広告情報を問い合わせに行くんですけれども、この起点となるスカティをどう挿入するかというところが、あの一つポイントになるわけなんですが、メディアライブを合わせて使っていただくことで、スカティインサーターをご自身で用意しなくてもですね、このメディアライブのスケジューラーだけで急挿入ができます。 それからですね、メディアテーラーのチャンネルアセンブリー機能を使ってスカティを挿入することも実はできます。比較的これは新しい機能なので次のスライドで補足したいなというふうに思うんですけれども、こちらですね、昨年のアップデートでチャンネルアセンブリーという機能が実装されたんです。広告挿入をするためにビデオストリームのマニフェストを動的にマニピュレーションえ、つまり加工ですね、する技術を応用してメディアテーラーは皆さんがすでにトランスコードされて OTT 配信に備えているセグメントファイルを再利用して動的にライブ配信用のマニフェストを再生するということができるようになりますとこれによってですねメディアテーラーからもコンテンツを順次創出するようなリニア配信が実現できるようになっています一方ですねメディアライブでも従来スケジュール配信というものをサポートしていたんですけれどもこれとの違いはですねメディアライブが MP4 アセットをライブトランスコードして創出していくのに対して メディアテイラーはあらかじめトランスコードされたセグメントをそのまま再利用できるという差があります。ですね、例えば音楽フェスのようなものをちょっとイメージしていただきたいんですけれども、イベントをライブ配信した後にですね、すぐさま疑似ライブ配信するような、いわば時差ライブ配信するようなユースケースが、このチャンネルアセンブリーという機能を使って実現できるユースケースの一つかなというふうに思っています。もう一つ、メディアテイラーに関するアップデートです。 メディアテーラーはですね、広告挿入する前に、どのユーザーにどの広告を届けるのか、挿入するのか、アドサーバーに WAST という API を使って問い合わせしに行くんですけれども、この WAST ですね、同じような視聴地点で広告枠に突入してしまうライブ配信の場合ですと、アドサーバーに対して一気にリクエストが送信されてしまうことになるんですね。アドサーバーにとっては、つまりスパイクアクセスが発生するということになります。 昨年のメディアテーラーのアップデートでこのスパイクアクセスを緩和させる機能がサポートされまして広告枠に突入する前に先回りしてリクエストを送信することができるようになっていますこのグラフはあくまでイメージですがこれによってですねリクエスト増加をなだらかにさせることができるようになっています 次にですね UGC と呼ばれるユーザー主導の配信形式でよくご相談いただく配信のアップダウン増減が激しいパターンとですねそれから双方向のコミュニケーションを重視するために必要になってくる超低遅延配信にいかに対応するかという話をしていきたいというふうに思います。さてですね本題に入る前にまずこのお問い合わせの多い超低遅延配信 といいうものについてですね一般的に取られる手法をままずご紹介したいといいとうにに思います一般的にはですね CMAF チャンクそれからチャンクトトランスファーエンコーディングと呼ばれるフラグメント方式と転送方式で実現されます。これはですねエンコーディング中に超細かなフラグメントを転送できるように扱う方式でセグメントそのものを断片化させるのではなくてですね ワンセグメントを書き終わる前にチャンクと呼ばれる単位で細かく区切って出力して順次転送させていくというものです従来のチャンクエンコーディングされてないメディアセグメントはですねこのアニメーションの通り一つ一つのメディアセグメントの書き込みが終わった後に各レイヤーに転送されていくそんな動きをとりますあくまでファイルサイズが確定したものに関してですね転送を行っていくのに対して チャンク出力に対応しつつ転送する方式を利用するとどういう違いがあるかというとご覧の通り1ファイルごとのチャンク出力されたところから少しずつ少しずつ送信することができますつまりですねファイルはまだ完全ではないけれどもとりあえずできているところだけを部分的に送信していくような動きが可能になりますこれをサポートするのは実は言うはやしで少し厄介なんですね エンコーダー、ダパッケージや CDN それから再生プレイヤーと全てのレイヤーでチャンク創出ですとかチャンクトトランスファーエンコーディングレコードに対応する必要があるんですそんな超低遅延配信それから配信増減の激しいケースで 利用できるのがこの Amazon Interactive Video Service 略して IVS と呼ばれるサービスです。Amazon IVS はですね、ライブとストリーミングのための新しいフルマネージドサービスで皆さんのウェブサイトやアプリ内で 超低遅延なライブストリームを配信することができるサービスです今です今動画サービスを問うとですね、通常の Web サービスと比べて少し技術的なバーが高いとされていたワークロードですけれども、このサービスが重要視しているのは e c とユース、とにかく簡単に使えるようにするということを重視しています。特徴はですね、この左下のところで箇条書きで挙げている通りなんですけれども、超低遅延配信に重要な 一貫したコンポーネントが全てのレイヤーで提供されているので皆さんが個々の部品の選定ですとか実装それから研修に苦悩する必要というのはなくなるかなというふうに思いますそれからですね Twitch という配信プラットフォームで実績のある技術を活用して作られているサービスなのでもうすでに世界中に必要な POP がすでに配置されています それからですね、チャンネルの事前配備ですとか管理も必要ないので、文字通りエンドユーザーさんが配信したいタイミングで配信環境を提供するということが簡単にできるサービスになっています。この IVS の最近のアップデートを一つ取り上げるとすると、2年前のローンチした頃から非常にお問い合わせの多かった昨日リクエストの一つだったんですけれども、配信用の SDK がサポートされたという点を ここでご紹介します。iOS と Android からライブソースを創出するためのブロードキャスト SDK が提供されたんですね。簡単なミキシング用の API もあるので、どのようなレイアウトで創出するのかの制御もですね、この SDK 経由で可能となっています。さてですね、基本は UGC、それから超低遅延配信は IBS ではこと足りるわけなんですが、もう一つ選択肢を挙げるとすると、オリジンとなるメディアストア、 それから CDN のクラウドフロントは Chunk と t r a n s ァー r に対応しています。ですので Chunk 出力できるライブソース側と Chunk と Transfer エンコーディングに対応している再生側のプレイヤーを揃えて実現させることも実は可能です。右下の図はですね Chunk と t r a n s ァー r に対応したビデオンのエンコーダーと NEXT プレイヤーを利用したデモでご覧のとおり3秒未満の超低遅延配信が実現できていることがわかります。次は10番目。 N 対 N のビデオ通話をマス配信しましょうというものです。コラボ配信などとは言われることも多いですが、インフルエンサー同士が対話している様子を多くの視聴者に届けたいような使い方をイメージしてください。オンライン配信が主流になった、この直近の2年間ですね、ご相談が非常に増えてきたユースケースですね。これを AWS 上でどのように実現するかなんですけれども、この場合は配信レイヤーの手前に、 ビデオミーティングのためのソリューションを配置してください。例えばですね、AWS には CHIME SDK というビデオ通話を実装するためのマネージドサービスがあるんですね。この CHIME SDK を使うことで皆さんのアプリケーションの中に N 対 N、つまり叩いたの ビデオ会議の機能を実装することができます。このビデオミーティングの中にユーザーに加えてこっそりとあのキャプチャー用のボットユーザーを参加させましょう。ここではヘッドレスブラウザを稼働させてキャプチャーして FFMPEG で後段の配信レイヤーに送信するための ECS ファーゲートタスクを配置しています。この先はですね、IVS を使うもよし、Elemental Media Live からオリジンやパッケージを介してクラウドフロントに配信させるでも良いと思います。 後半に差し掛かってきましたが、次に映像伝送というテーマで、特に重要な配信イベントを高い信頼性で届けたいという場合に、どのような構成を取ればいいのかという観点でご紹介させ上げたいと思います。まずですね、ライブ映像の伝送、特に拠点をまたがった伝送方法にはいくつかのアプローチがあります。一つは通信衛星を経由した回線です。もう一つは2番目の インターネット伝送ですね。まあ、こちらの校舎の方がコストは安価なんですが、基本的にはインターネットはベストエフォートに成り立っている世界なので、様々な要因で速度や安定性が変わってきます。なので、安定性を保つためには少し工夫が必要です。例えばですね、TCP を採用すると転送の一貫性は保てるんですが、 パケロスした際に再送処理が走ります。つまりオーバーヘッドがかかってくるので、u d p ースのエンド映像伝送プロトコルである JICC ですとか SRT、List SR などが昨今は注目されています。メディアコネクタはこうした映像伝送ニーズのためのマネージドサービスです。パケロス体制を備えたプロトコルをサポートしています。手元のエンコーダーからですね、クラウドに高品質で映像を伝送することがつまり可能ということですね。昨年は SRT、 富士通 QOS、それから CDI フローといった新しいプロトコルや伝送フローをサポートしています。もう一つライブ配信において重要な点はエンドトゥエンドで対障害性を考慮しなくてはならないということですね。ライブはですね、リアルタイムに動画データを受け付けてその場で変換して配信しているので各レイヤーのいずれか一つでも障害が起きてしまうと動画は止まってしまいます。重要なイベントなどは特にソースオリジン間のパイプラインを二重化して 有事に備えておく必要があるということですねそこでですね AWS 上でこうした高い可用性を実現するためのリファレンスアーキテクチャをご紹介しておきますこちらが全体像なんですがあのポイントポイントをですねこれからご紹介していきたいと思いますまず一つ目ですねクラウドに入力する手前のコンポーネントを冗長化しましょうという観点ですクラウドの手前のハードウェアエンコーダーですとかネットワークが 故障や不具合を起こすリスクというのは当然あるんですね。なので、そうした有事の際に備えて入力系統をですねまず冗長化しておきましょうというところです。2点目が入力ソースや経路と合わせてクラウド側の A/G 障害を想定してですねそれぞれのパイプラインを冗長化させましょう。このようにですねそれぞれの冗長化したエンコーダーからそれぞれの A/G に対して出力するようにします。 つまり、助けキ掛けのような構成を取ることで、エンコーダーや入力経路に故障が発生した場合もですね、万が一、イ字側に障害が起きた場合も、あるいは両方の事象が同時に発生した場合でも、メディアコネクトへの喪失を継続させることができる構成になっています。3番目、メディアコネクトまで到達した映像ソースをですね、コーダーのメディアライブに上調入力させましょう。メディアライブはですね、 パイプラインの冗長構成が可能なオプションがご覧のとおり存在しています高可用な構成を取る場合は言わずもがなあのスタンダードチャンネルを使って冗長化してくださいさらに今回はですね、インプットソースつまりライブエンコーダー側を冗長化していてそれぞれか2本ずつライブ映像をでを書、ね、各 AG のメディアコネクトに打ち上げている構成をとっています。つまり計4本の入力が存在しているわけですね。メディアライブは2つのインプットを用意しておいて、それぞれのインプットに上調入力させて AG 障害に備えましょう。5番目は、えー、図としてはシンプルですね。メディアライブのコーダーに構えるメディアパッケージです。これもですね、ライブ入力の上調性をサポートする機能があるので、入力ソースや AG 障害に備えるようにしてください。 最後に CDN です。ライブ配信はリアルタイムで生成されるセグメントファイルに対して視聴者から一斉に同時アクセスされる、えー、特性があります。オリジンを保護するために、なので必ず CDN を使って配信するようにしてください。たまにですね、ご相談いただくのがライブ配信の場合はコンテンツがリアルタイムで生成されるのでキャッシュヒットしないのではないかというご相談をいただくことがあるんですけれども、実際にはそんなことはないです。 例えばですね、クラウドフロントの場合、短時間に同一パスへのアクセスが来た場合ですね、同時に届いた同一リクエストをですね、ほんの一瞬待機させます。その間にですね、先頭のリクエストがオリジンに到達して得られたレスポンスデータを使って、待機させたリクエストをですね、一斉にキャッシュを返すという挙動をとります。それからですね、リージョナル H キャッシュと呼ばれる、ただのエッジ構成も 組むようにしていますですのでよりキャッシュ効率をを高めるる構成を組んででいるわけですね一方でワールドワイドにライブ配信しようとするとこのリージョナル H キャッシュが分散されてしまうのでオリジンリクエストが増えるんじゃないかとご相談いただくことがあるんですがあのこれも、えー、そうした事象を抑止するためにオリジンシシールドといいうオオプションを用意していますオリジンリクエストを特定のリージョナル H キャッシュに寄せることでオリジンリクエストをさらに削減することができるという代物になっています。 さらにですね高可用な構成を目指すのであれば配信における生命線ともいえるこの CDN をえ複数の CDN を採用してですね有事の事態でも配信を継続できるようにしておくことをお勧めしています。以上が特に重要な配信イベントを高い信頼性で届けたい場合にえ取った方が良い高可用な 構成をご紹介しましたこれらの内容はですね AWS のブログ上でも触れていますのでご興味のある方はぜひご覧いただければというふうに思います最後ですロケ先例えばステージ会場など移動先でも安定してクラウドにライブ映像を打ち上げたいという場合にどのように対応するかという話です この状況ではですね、例えば様々な現場から撮影をするので、あのポータビリティの高い、つまり持ち運びしやすいハードウェアが欲しいというニーズが課題があったりします。またですね、高い信頼性で映像を伝送したいのにもかかわらず、不安定なネットワークしかないんだというような課題があるかと思います。またですね撮影現場に レレギュラーーなオペレーションがができる技術者がいない例えばトラブルシュートとか設定変更とかそういったシチュエーションが考えられますけれどもそういうスキルセットを有した技術者がいないというようなシチュエーションも考えられるかなというふうに思いますそんな時はですねエレメンタルリンクデバイスファミリーを利用してくださいこれは2年前の4月に発表された超小型で軽量なハードウェアエンコーダーです このリンクはですね、注文すると皆さんの AWS アカウント用の設定が適用された状態で出荷されて手元に届きます。ですので残りのセットアップ作業は電源を挿して、イーサネット挿して、それから入力用の HDMI もしくは SDI を挿せば自動的にクラウド上のメディアライブに連想することができます。撮影現場側のセットアップを極限まで減らすことができるんですね。また、リンクのステータスはクラウドウォッチでリアルタイムにモニタリングできて異常な状態があれば アラート検知することもできます。つまりですね、ハードウェアデバイスなんですが、クラウドサービスと融合したものとなっています。ライブ配信のハードルを下げて、安心安全に、こうした一気通過のワークフローを実現することができます。このリンクですね、昨年の6月にアップデートがあって、4KHDR に対応した新しいモデルが登場しています。以上です。最後にまとめとしたいと思います。 本日はライブ動画配信における代表的なユースケースに対してメディアサービスという動画ワークロードのためのマネージドサービスを活用した対応方法をご紹介しました。特に本日は6から12の項目に焦点を当ててご紹介しています。本セッションを通じてですね、皆さんの頭の中に、あ,あ、広瀬が確かこんなこと言ってたなという程度で、まずは頭のどこかに残していただいて、今後リファレンスとしてご活用いただければ嬉しく思います。 それからですね、本日はライブ配信にスコープを当ててきましたが、もう一つ皆さんに活用していただけるリファレンスがあります。それが、この Well Architected Framework Streaming Media Lens です。Well Arch はですね、AWS 及び我々 SA が長年様々なお客様をご支援する上で築いてきたベストプラクティスをフレームワーク化したものです。 このセッションをご覧になられている方は一度はウェルアーキツールを使ってご自身の設計を見直したりですとか、SA とウェルアーキレビューをされたことがあるんではないでしょうか。このウェルアーキですね、さらに特定のワークロードやインダストリーにフォーカスしたレンズというものがあって、このストリーミングメディアレンズはその名の通り、ビデオストリーミング配信ワークロードのためのレンズです。 配信システムを構築する上でですね、改めて学びになるプラクティスですとか、問いかけ、質問がですね、まとまっているので、ぜひご一読されてはいかがでしょうか。最後に参考リンクです。実際にメディアサービスを使ってシステムのサンプルを動かしたい、リファレンス実装を参考に自分のシステムを作りたいという方にですね、お勧めできるソリューションやコンテンツ、ブログやトレーニングがあります。 この資料はですね、公開されていますので、ぜひこの資料を起点に配信ライフを楽しんでいただければと思います。本セッションは以上です。ご清聴いただきありがとうございました。引き続き他のセッションもお楽しみください。ご視聴いただき誠にありがとうございます。セッションはお楽しみいただけましたでしょうか。 5月25日、26日の開催期間中、皆様からのご相談をチャットにて受け付けております。AWS セッションの視聴画面からはスピーカーに直接質問をいただくことが可能です。また、さまざまな技術質問が可能なアスクアンエキスパートのコーナーもご用意しています。AWS 導入の最初のステップや見積もりについて知りたい方は、クラウド導入相談コーナーのチャットより相談希望と記載ください。 皆様からのさまざまな質問をお待ちしています。